子育てがうまくいかないのは過去の親子関係が影響しているその可能性がありますはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカチですライフスキルの学校へようこそライフスキルの学校では「頑張らなくてもうまくいく子育て」をテーマに掲げて子育てを縛る間違ったルールを緩める考え方や子どもを自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくね はい、ということで今日のテーマは「アダルトチルドレンが悩む子育ての5つの壁」について解説していきたいと思います、はい、早速ですけどこのようなことはありませんかつい子供にきつく当たってしまう自分なんて、えー、母,親母,親を母親をやる資格がない、えー、自分がされて嫌だったことを子供にやってしまう。 えー、親の影響で生きづらさを抱えてしまった人のことをアダルトチルドネンそれは機能不全家族でで育った人のことです自分の気持ちを無視された自分の気持ちを大事にしてもらえなかった過干渉があったり過保護であったりそしてネグレクト放置されていたり暴力があるそのような家庭で育ってしまうと自分なんていてもいなくてもいいんだ。 自分の価値を自分で感じられなくなってきて、ね、自分が言いたいことが言えないやりたいことがやれない常に自分を否定してしまって罪悪感と自己嫌悪 を抱えてしまうそのような生き方のパターンができてしまうんですでそのような生きづらさを持った状態で親がその生きづらさを持った状態で子供と関わってしまうと同じ苦しみ同じ生きづらさが子供に連鎖してしまいますその話をこの YouTube でずっとやってきましたで大事なことはその生きづらさを緩めること これが間違ったルールであり、その生きづらさを手放していくこと、そういうことが大,大事であるという話をさせていただいています。で、えー、今日のテーマは、えー、どうやってその間違ったルールを緩めるのかという話ではなくて、えー、そのアダルトチルドレンが抱える5つの壁、 子育てにおける5つの問題についてね、えー、解説していきたいと思います解決方法がわからなくても、えー、なんでこのこんなに苦しいんだ何でうまくいかないんだっていうその原因がわかるだけでも子育てが楽になって緩んでいきますので、えー、最後までご視聴いただけたら嬉しいですまあ、こんな感じでこの番組では、えー、とにかく頑張らなくてうまくいく子育てを発信しています、えー、興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いしますでおかちゃんの公式 LINE もやってます公式 LINE でもあの 親の生きづらさを緩める具体的な方法を解説した動画を26本無料でプレゼントさせていただいてますので興味がある方は概要欄から登録してみてくださいはいそれでは早速やっていきましょうはい、えー、まず「アダルトチルドレン」とは何ぞやっていうところなんですけども、えー、まずこの「アダルトチルドレン」のチェックテストをねちょっと紹介させていただきますじゃん あくまでも目安なんですけれどもこの中の半分以上当てはまればアダルトチルドレの可能性があるということで、えー、ご確認いただけたら嬉しいです、えー、まず1つ目言いたいことが言えない2つ目家ではリラックスできなかった <laughs> すみません3つ目褒められても嬉しくないし安心できない 4つ目人と会うと気を使って疲れてしまう5つ目困ってる人がいるとほっとけない6つ目誰にも分かってもらえないと感じる7つ目自分ばっかり大変だと感じる8つ目自分には価値がないと感じる9つ目心配しすぎだと周りに言われる10個目生きていて楽しくない いくつ当てはまりまりししたでしょうか。この中で5つ当てはまったらアダルトチルドレンの可能性があるまああくまでも目安ですが可能性があるということであのご確認くださいということですねで、えー、アダルトチルドレンっていうのは何なのかっていうところも、まあ、先ほどにもね冒頭にもお伝えしましたけど、えー、なんだろうな大人になれなかった大人まあもっと言えばその 自分なんて価値がないとか、えー、子供の時に 子供を生きられなかった自分がやりたいことができなかったであったり自分の気持ちを無視されたり自分の気持ちを抑圧されたそのような経験によって、えー、自分なんて価値がないと感じてしまったり自分の人生なのに自分のものではない感覚で生きているというような、えー、いうようよな感じで生きている方のことをアダルト集団で言いますまあ呼んで字のごとく大人になりきれていなかった大人になりきれない大人今日なんかおかち調子悪いですねすいません <laughs> 2ヶ月ぶりなんでいや1ヶ月ぶりなんでちょっと緊張してますすいませんはいえーそうですねあのもうちょっとここからは自然体でいきますとにかくアダウトチルドレンっていうのはえ自分の気持ちを抑圧された結果自分の気持ちなんて大事じゃないんだとか自分なんて価値がないんだっていう風にえ信じてしまっている方のことを指すと えー、子供供の時に子供を生きられなかった子供っていうのは自分がやりたいことをやるとか自分の気持ちを尊重してもらえる自分の気持ちをだだ大事にしてもらえる自分を抱きしめてもらえるそのような経験そのようなことが、えー、子供時代にあまりなかったということによって自分の気持ちが満たされないから自分の気持ちを満たすために周りの方に褒めてもらわないととか周りの期待に応えないとっていうふうに動いてしまうっていう ことですね、そういうパターンですね。それによって生きづらさを抱えてしまう。これがアダルト・チルドレンです。でアダルト・チルドレンってね、本当にめちゃくちゃ多いです。僕自身もそうでした。僕自身もこの10個の項目ね、先ほど紹介させていただきましたけど、ね、もうほとんど当てはまる。具体的に言うと、 具体的に言うと言いたいことが言えない、うん、本音は言われへんかったし家でもまあ家ではリラックスはできてたかなうん褒められても嬉しくない、うん、これはかなりやったで褒められないと不安になるっていうのがありましたねで人と会うと気を使うんだからこれ一人で行動するのが楽やったんです僕は困ってる人がほっとけなこれはなかったなでも困ってる人がいると嬉しくはなった自分のが役自分が役に立てるチャンスができたと思って困ってる人を見つけると嬉しくなった で6つ目、えー、誰にも分かってもらえない。あ、これはありましたね。どうせ僕の気持ちなんか誰にも分かってもらわれへんなって。7つ目、自分ばっかり大変。これもあった。全部一人で抱え込んで、人に助けを求めることができへんかったから。これはありましたね。で8つ目、自分には価値がない。うん、だから人の役に立たないと、自分なんて意味がないと思ってたね。心配しすぎ。あ、これはあんまりなかったな。 生きていて楽しくない。あ、これはもうね、25歳の時はもう、もろく感じてましたね。それまで楽しかったことも全然楽しめなくなったということ。うん、っていうような生きづらさを抱えてしまうんですね。で、このアダルトチルドレンが、えー、そのまま子育てをすると、まあ、どのような問題にぶち当たるのかっていうところが今回の本題なんですけども、はい、5つの壁。これを紹介していきましょう。1つ目、完璧でないと許せない。えー、2つ目、責、えー、められていると感じる。3つ目、 比較してしてまう4つ目、1、えー、人で抱えてしまう。5つ目、他人の言うことに振り回される。ということで、まあ、一つ一つ紹介していきましょう。でこの完璧でないと許せないというのは、もう一つの大きな特徴ですね。完璧主義。でアダルトチュードレントは、幼少期に親から失敗するなとかね。 言うことを聞きなさいとかね、自分で勝手な判断するなとか、親の言う通りにしていれば大丈夫だからと言われたり、そんな夢みたいなことを考えてないで現実見なさいみたいなことを言われているんですね。テストで95点取っても、なんでここ間違えたのっていうふうに怒られるということで、えー、常に親の期待に応えないといけないし、常に100点を取らないといけないし、間違ってはいけないっていう考えを持っている。なので子育てでも、なんだろうな、自分がなんかこう、 計画した通りに進まなかったらイライラしてしまったり、えー、失敗するなと思ったらちょっともう一歩踏み出せなかったりそういうふうな、えー、完璧でない自分を許せないし完璧でない子供も許せないというようなことも、えー、一つの特徴として挙げられます。で二つ目、責められているる。と感じる これも、えー、幼少期にミスをしたら責められる環境だったってことがもうその背景として考えられると。えー、なんか失敗したら罵声を浴びせられる。ね、何のために頑張ってきたんだ勝たなきゃ意味がないんだよとかねで。失敗したら呆れられたり、周りの、えー、大人が不機嫌な顔をしたりね。でずっとずっと説教が続いたりね。あや謝りなさいって、ね謝らせ。謝らせられたり、反省しなさいって言って反省を促されたりしていた。まあ、そのような経験があったから、なんか 周りの人が不機嫌やったらなんか自分がやってしまったんじゃないか子供がなんか悲しそうな顔をしたらあなんか私が変なこと言ってしまったんじゃないかっていう風に、えー、気にかけてしまうということ責められていると感じてしまう3つ目比較してしまうこれもね幼少期に上のお兄ちゃんであったり、まあ、下の子とかに比べられてきた、ね、お兄ちゃんがあなたの年にはもう縄跳、えー、びできていたのにとかね 同じ年のねたけし君はもう1人でお着替えできるのにあなたはいつできるようになるんだろうねみたいなことを言われたり、えー、同級生のたかし君はあのー、ねすごい頭がいいとこ行ったよとかいい成績取ったみたいだよ全国大会に出場したみたいだよとかえ大企業に就職したみたいだよみたいな何かにつけて他の友達であったり、えーねえー、周りの人と比べ,てる比べられてきたと、ね、そういうことで我が一族は代々お医者さんの家系なんだと。 それ以外は認めないみたいなことを言われたりねそうするとなんか自分の気持ちよりも自分がやりたいことよりも周りに勝たないととか周りから遅れてはいけない周りと足並みを揃えないとっていうような圧力がね無言の圧力が無言っていうかも実際言われている部分はあるんだろうけどそういうプレッシャーがかかってしまうんですね比較してしまうでそういうプレッシャーがかかるから自分の子も他の子と比べてしまううちの子はこのままで大丈夫なのかなと遅れていないかなっていうふうに比べてしまう で4つ目1人で抱えてしまううということね、えー、これは自分の親が1人で頑張ってた子育ても育児も仕事も、えーまあ、文句は言うけど全部、あのー周,りをにね、周りに助けを求めず全部自分で頑張ってたっていうことであったり、えー、自分が親に聞いたらすごく嫌そうな顔をされた不機嫌な顔をされて自分で考えなさいと叱られた。 まあそのような経験があったからえ助けを求めてはいけないんだとか分からないと言ってはいけないんだえ人に聞いてはいけないんだっていうふうなえ考えがすり込まれてしまっているんですねなのでえ実際子育てをする場面でも育児であったり家事も全部1人で抱え込んでしまうで子どもが困ったことがあったら全部それを私が助けないとって私が親が解決してしまう。 5つ目、他人の言うことにれもやっぱりねそのなんだろう幼少期に自分の意見を聞いてもらえなかった自分の気持ちを大事にしてもらえなかったっていう、あのー、ことがそのような環境に育ったので自分が考えたことがうまくいくってその確信が持てないんですね自分の,このこ自分の思い通りにやってもうまくいくって思わないから自分よりも偉い人ね学校の先生であったり幼稚園の先生であったりママ友 かからのの意意見見であっっったりそういういい人の意見を聞かないとってなとてて自分に自信がないからでだからその周りの人の意見に振り回されたり、えー、他人の言うことを聞かないとっていうふうになってしまうんですね権威に嫌われたら終わりだと思って怒られないように振る舞ったりえー、な偉い人の言うことに少なからず反発感を覚えながらもその言う通りに、えー、行動するとそういうパターンになってしまうとね、まあ、このような5つの壁感じたことはありませんでしょうか えー、完璧でないと許せない、それは自分のこともそうやし、子どものこともそう、責められていると感じる、比較してしまう、1人で抱えてしまう、他人の言うことに振り回される、このようなことはありませんかで、このようなことがあるのは、あなたが悪いんじゃないんですよ、子育てがうまくいかないのは、あなたが悪いわけじゃない、悪いのは、ずっと言っている通り、人生脚本なんですね。 0から6歳までの間にその人生脚本が作られると、親に捨てられないために、親に愛されるための生存戦略、ね、子供の時のあなたが作り上げたんですよ、ね。嫌われないために。だって捨てられたら、親に捨てられたら生きていけないじゃないですか。なので、それを作った。それを作って。 でえー、それに従って生きている、それに従って、えー、人生脚本に従って子供と関わっているということなので今までの子育てを変えたいとか子供との関係性を、えー、もっと良くしたいと思っているのであれば人生脚本を変えることが大事であると。 でその人生脚本をどうやって書き換えるのかっていうことをこの you でを YouTube で紹介しています。で公式 LINE ではね、YouTube で、えー、公開していない非公開動画26本を、えー、公開させていただいています。プレゼントとして、えー、提供しておりますので、えー、人生脚本を書き換えたい、自分らしく生きたい、えー、その場しのぎではなく、猫から変わって子供を幸せにしたい、そのように考えられている方は概要欄からとにかく公式 LINE をチェックしてみてください。で公式登録してももいつでで解除できるから あの安心して安心してあの解除してあの登録だけしといてください。ということで今日はアダルトチルドレンが悩む、えー、子育ての5つの壁について解説してきました。はい、ということでこの番組では、えー、親の生きづらさを解消するライフスキルと子供を自立させる関わり方を紹介しています。えー、ちょっとでも参考になったなって思う方は、えー、チャンネル登録をよろしくお願いします。はいということでまあね、えー、YouTube は月1本と 月日本のの配信になっていいくと思いますので、えー、興味がある方はインスタグラムでもねチェックしてみてくださいということで「I am a star you are a star」「自ら輝けば世界は輝く」ワンダフーな一日をお過ごしくださいバイバーイ